かもしれないなっていう種の部分を持ってきていて、その種の状態をみんなと共有してどんな作品になり得るかっていうのを一緒に考えていきたいっていう、ファッションデザインに対するあのなんか違和感っていうのかから出発してます。でその違和感っていうのをまあ一言で言うとしたら、ものとしてしか考えられてないっていう、こととしての負のデザインっていうのはありえないのかなというふうに考えていて、装いが閉ざしているコミュニケーションを装いで取り戻すと、美術館の服って言われたときに、まず関心の服、街全体をじゃあ例えば美術館と見立てたとして、じゃあそこに監視スタッフっていうのはどういう立場であり得るか。あ、そうですね、人によってお子さんとかいらっしゃったら、はい、あの次のギャラリーにあのお伝えしたいと思います。あとその館長が入りましたよとか。あ、ファッションの中でもアートを呼びます。最初にも言ったように美術館の監視が、まあ、街に広がった場合、我々は何を監視するのか、その時の服装はどうあるべきなのかっていうのをちょっと頭に入れたから、あの気になったこととにかくメモってもらうかなと思います。ゆったりとした時間が流れる一方でたくさんの車が走ってたりしたりして、そのコントラストが結構バランスが良くて、それ全体でアートっぽいなって思いました。そこに秩序が存在してるのかなと思いました。言葉である種非現実的なことを考えて、それを形にしてみるっていうことがあの表現になっていくと、まあ、できれば漢字とファッションみたいなことの新しい可能性をいろいろこう組み合わせで考えてほしいなと思ってるんですね。逆に隠れるなんか引き込むじゃなくて目立つ感じで、うん、はい、うん、溶け込むっていうキーワードをもう2つを最初に思い浮かべて、美術館帰りのお客さんに溶け込むものをもうユニフォームっていう感じで考えて、なんか見てますって書いてあるサングラスで、そうするとなんかちょっとなんかユーモアがあって、その監視するってことに対する考え方が変わるんじゃないかと思って、まあ、そのどういう服でもその男性でも女性でも体型でもどの体型でも合うような、まあ、デザインをしてみました。監視のもう一つの特徴としては何人がいるっていうのも一つの要素だと思ったんですね。全体で監視をするっていうことができたらいいなって個人的には思ってます。で、なんとなく3つぐらいの分類になったので、1個がパブリックな設備っていうのと、対象との同化、新しいファッション、まあ、もちろん昨日の自分のアイデアと今日持ってきた服と持ち寄りながら、またそこでグループで、まあ、新たに話し合うというか、まあ、そのゴールもバラバラでいいかなというのも思っているんですね。シチュエーションに自分の存在がなくなるっていうか、人間が何か銅像をやってるみたいな着脱しやすい猫だから結構黒と黄色にこだわらなくてもいいですけど、何かしらこう、そうですね、カラーで。このチームだけですあ、でもそっか、人だった人がね、その人4人だけだから、そう、実際にやってみるとか、あった、これだ見ててって言われたから見てたから、通行人だったら見ないかもしれない。洋服とかでもやっても、その人の印象が変わる。本数を黒と黄色にしたって。いつもと違う視点で見てみようというふうに思っていたけど。
の特徴とかを生かしたものを何か元にして作っていけたらいいなっていう話が今出たところです。普段はこう服の中に隠れていても、その何かあった時にはちゃんとその証明ができるようなということで、その蛍光のカラーを使って表現したんですけど、街に馴染むっていうイメージとそのファッション性、その中間的なところを描いて、なんかそもそもこれ自体が時計の役割も果たせんで、そこを置いた周囲にいる人を監視するっていう感じ。スケッチやねんけど自分が身につけてこう体験してみることができるっていう、そのことを通してまた何か新しい感覚を得て次の作品化に向かうっていう、まあ、今日の体験をまあどんなふうに生かしてくれるのかっていうのがまたそれはそれで楽しみだと思います。何かいろんな言葉とかいろんな次への過程にそれぞれができるといいなというふうに思いました。ありがとうございました。